実験体 K423。 ドナー細胞はカスラナ一族とシャニアテ一族の子孫のものであり、そこに第二律者の遺伝子を組み、今までの実験体同様胎児は成長したが、自発活動能力のない植物状態だった。しかし今回律者コアを移植した後、 K423 の脳波に規則的な波形が見られた。これってお前の誕生だ。いや、正確には私がこの世界へと嘘だ。ヤッホー。この愚かな人間どもが私たちの悲劇を作り出した。奴らが神罰を。そのお前はただの器。人類が私を束縛するための牢獄だ。お前の名前も過去も全て作り出された嘘。お前のものじゃない。お前も私も被害者だ。それなら私と手を組んで、私たちを欺き、私たちの運命をもてあそんだ人類に復讐をしないか。そう、そのまま殺し続けろ。壊しつ、ヤッホー。よかった、手遅れになる前に間に合いました。今こそあなたを黙らせる。ち、邪魔者めが。だがまあいい。お前はこの先もこいつを助け続けるのか。彼女の感情がわかるわ。怒り、悲しみ。お前の存在は日に日に弱まっている。私はただその時が訪れるのを気な。いつかこの体をすべて私のものにしてみせる。私、夢。あれは夢じゃない、キアナ。あなたは暴走しかけていたの。3ヶ月間、あなたはずっと私を拒んできた。あなたは沈黙を保ち、転々とさまよい歩き、私との対話を避けては、この私を幻覚だと思い込んでいた。でもキアナ、何もかもが夢だったなんて思ってはいけない。あなたの状態はとても危ういのだから。これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。戦闘でバルキリーの力を使ってもいけない。いや、たとえ戦闘中であろうとなかろうとも。少しでも気が緩めば、律者の人格が再び優位になる。それに私の力も弱まりつつある。あなたの精神状態にずっと気を配ることもできそうにない。今回はまだコントロールできたけど、次はそううまくはいかない。空の律者が覚醒すれば、ここにいる罪なき人たちは皆殺しにされる。あなたにもわかるでしょう。気を配る？監視の間違いじゃないの。あんたはずっとそうしてきたじゃない。今まで私の近くで私を監視して、最後には私をオットーに引き渡した。私を裏切ったことを忘れたの？そんなことをした奴が罪のない人たちのことを気にするの？ねえ、何か言ってよ。私は、あんたの任務はもう終わったよね。私の目の前から消えて。ごめん、もう離れることはできない。
第八の神の鍵、都政の羽、その第ゼロ低核出力があなたと私の意識を永遠に結びつけた。何ですって？帰ろうキアナ、学園長たちのところに。今は彼女たちだけがあなたを守れる。いや、辛いのは分かってる。でもそうしないと。どっか行って！私の頭の中から消えて！本当に取り返しのつかないことになったら、私も最悪三人で死ぬしかないのですね。どうか許してほしい、キアナ。少女はあてもなくさまよう。すべてから逃れられる場所を探して。しかし、そんなことをしても無駄だと。自分の過去からは逃れられないと、彼女は分かっていた。この世に生を受ける前から、自分がどんな人間となり、どのようなことをなすのか、それはすでに決まっていることだから。それが、運命というものだから。負荷に対する怒りは、今まで辿ってきた運命に対する無力さへの八つ当たりに過ぎない。なぜなら、少女は自分の体に隠されているものの正体を分かっているから。12歳の時、彼女が初めて目覚め、周囲に甚大な被害と破壊をもたらした。あの時から少女は逃げ続けた。彼女を存在しないものだと、そう思い込むようにした。少女は同じところに留まることを怖がり、人に近づくことを恐れた。彼女たちに出会うまでは、メイ先輩、ブローニャ、テレサ、それから、その出会いは、少女に居場所を与え、この先もずっと彼女たちと一緒にいたいと。少女にそう願わせた。甘い考えだった。少女がどこに逃げても、どうあがいても、彼女を待つ結末は同じだった。いつの間にか目の前にはネオンの光がちらつき、賑やかな声とともに、食べ物の匂いが彼女の思考をかき乱す。少女は、小動物のように震える。そして彼女は思い出す。ここに留まってはいけない。しかし、この暖かい夜市に懐かしさを感じていた。かつての自分が彼女たちと幾度となく一緒に歩いた街と似ていたから。最後、足が体の命令に背き、火を追う蛾のように前へと歩を進める。自己紹介するわ。姫子先生。自己紹介するわ。私は村田姫子。今日からあなたたちの教官を務めるわ。あなたたちの入学は学園長自ら手配したものだけど、私は手加減しないからね。じゃあ、あなたたちの名前を教えて。私の名前は聞いたことがあるでしょ？キアナ・カスラナ。ライデン・メイです。姫子。ボローニャ在地区です。今日からあなたたちには聖フレイヤ学園でバルキリーとしての訓練とテストを受けてもらうわ。はぁ、あ、テスト？あのね、おばさん、私みたいな百戦錬磨の生徒にはテストなしでバルキリー部隊へと編入させるべきじゃない？ふん。まず一つ、私のことは、姫子先生と呼ぶように。二つ、あなたとメイを長空師の廃墟から救い出したとき、あなたは担架で運ばれてたわね。それがあなたの言う、百戦錬磨なのかしら？あれは、うっかりミスしただけ。私たち、カスラナ一
一族は崩壊から人類を守る使命を背負ってきたんだよ。小さい頃からパパと一緒に崩壊人を倒してきたんだから。お父さんに感謝しないとね。ちゃんと守ってくれたことに。もう誰かに守ってもらう必要なんてないんだから。まあ姫子おばさんみたいな一般人が私たちカスラナ一族のような戦闘の天才を理解できないのは仕方がないことなのかもね。キアナちゃん、姫子先生に失礼よ。バカはバカですから仕方ありません。戦闘の天才？それなら天才の凄さを私みたいな一般人にも教えてもらえないかしら。挟む余地もないほどこの一般人に少女は敗れた。無駄な動きは一切せず大剣を振りかざす姿、そして少女の動きを的確に判断し攻撃に転ずる技術、これが一般人の強さ。千回一万回と剣を振るい訓練で鍛え上げられた平凡の強さだ。気がついた時には体験は少女の首筋に当てられていた。女性の教官は視線を下ろし少女の目をじっと見つめる。ちゃんと覚えておきなさい。これが最初の授業よ。何か考え事かしら？別に。そう？顔には悩んでますって書いてあるけど、子供に悩み事なんて似合わないわよ。おとなしく吐きなさい。もう子供じゃないんだから。12歳の時クソパパが私を一人置いてった時、あれから自分に言い聞かせてるんだ。キアナ、あんたはもう子供じゃない、一人で生きられるようにならないとって。そういえばもうすぐ父の日だったわね。バカでも感傷的になることがあるなんて思わなかったわ。あんたは私よりずっと幸せよ。あんたのお父さんは早々に人生の辛さを理解させてくれたもの。私なんて19歳になるまで未来はバラ色だってずっと信じてたわ。あの頃の私は自分の人生には無限の可能性があって何でもできると信じてた。極端な話、冒険家になったり海洋生物を撮るカメラマンになったり、それがうまくいかなくても卒業後は父親の研究所で働こうと思ってた。崩壊エネルギーの応用に関する課題を父親…姫子おばさん、科学者になりたかったの？じゃあどうしてバルキリーになったの？実際の生活がそう思い通りにならなかったからよ。父が死んだの。崩壊エネルギーに侵食され理性のない化け物になったわ。ごめん、聞かなきゃよかったね。真実を求め私は全てを捨てたわ。そして天命のバルキリー部隊へと入ったの。でもある人に出会えたのよ。やりたいことをやりなさい、いつやっても遅くはない。それで私は彼女の舞台に入ったあの人ったらいつも戦いが終わった後には将来のことを私に話すの。引退したら園芸の先生になって花を植えることを子供たちに教えたいってね。その人はその後先生になったの？彼女はね、とある任務の最中に殉職したわ。それで舞台が解散した後、彼女の言葉を思い出して私がバルキリーになったのは
私のように父親を失う少女を作らないためだった。だけど実際は、たくさんの父親から娘を奪う行為なんじゃないかって。普通に働いて、恋をして、結婚するはずだった女の子たちが、バルキリーになる。そこまでする価値、本当にあるのかしら？価値があるかはわからないけど、誰かがやらなきゃいけないことってあると思う。クソパパが言ってたんだけどね。カスラナ一族は、罪のない人たちが苦しんでいるのを見ると、助け、何よそれ。でもね、キアナ、あなたのお父さんは、あなたに大切なものを残してくれたわ。多分、彼らがいなくなるのは、今、私たちの周りにいる人を大切にさせるためなのかもしれないわね。例えば、姫子先生は、キアナのことが大好きよ。バカキアナへの愛情を証明するために、特別に一対一で訓練をしてあげようかしら？嫌だよ！もう放課後だよ！訓練は明日にしてよ！逃がさないわよ。特別訓練だと言っていたけど、あの日の先生はお酒の飲みすぎで剣すらまともに握れていなかった。最終的には少女が手厚く介護しながら酔っ払った先生を自室へと送り届けた。扉を閉じようとした瞬間、眠る先生の顔が、あの未来はバラ色だと信じていた初めての実戦任務に入る前に、もう一度言うわ。目の前にいる敵を警戒する他に、仲間の状態にも気を配ってちょうだい。いざという時に支援してくれる戦友だからじゃない。化け物になる可能性があるからよ。どのバルキリーも、そういうリスクを背負っている。私たちは、崩壊エネルギーを利用して、強大な戦闘力を手に入れたけど、力に飲まれて、理性を失って、すべてを破壊する化け物になる可能性もあるわ。バルキリーとして戦うとき、そういった最悪な展開も覚悟しなければならない。いつか、仲間が崩壊エネルギーに飲まれ、暴走、迷わず、その命を終わらせなさい。暴走したのが姫子先生でも、そうしなきゃいけないの。そうよ。たとえそれが私だったとしても、迷っちゃダメよ。暴走したバルキリーの命を守ろうとすると、より多くの犠牲が出るわ。それがわからないというのなら、戦場には。わかった。もし、いつか私も、もしもの話だけど、私が暴走したら、姫。そんなことはさせないわ。え？あなたたちの先生、そして隊長として、できる限りあなたたちを守り、何それ、ずるい。これが私のポリシーだから。さ、着陸の準備をしなさい。そろそろ任務が始まるわよ。
間が理性を失い崩壊に意識を奪われたら迷わず命を終わらせるって言ったよね。なのにどうしてあの時。